山焼きに備え、消防団員だけで100人が参加しました。五島市のシンボル鬼岳では、草原の景観を保つため、3年に一度山焼きが行われます。新しい宿泊施設もできてますけども、まあ、そこからの風景もですね、この野焼きの風景というのは、まあ、かなりいい状況じゃないかなと思いまして。午後6時、麓の枯れ草に一斉に点火すると、炎が音を立てて燃え上がります。炎は標高315メートルの鬼岳山頂に向かって燃え上がり、およそ1時間半で71ヘクタールの草原を焼き尽くしました。山を覆い尽くした春の炎は、麓からもはっきり見えました。鬼岳にはやがて新緑が芽吹き、緑の山になります。